パーマのかかった紙昭和初期のパーマスタイル。1933年パーマネントウェーブとは、毛髪に化学反応を用いて人工的な縮毛を形成する美容技術、もしくはそれによって得られる髪型のことである。略してパーマと呼ばれることが多い。ヘアアイロンやヘアドライヤーで作る一時的なウェーブに対し、水に濡らしても永久的に形の崩れない、 ウェーブという意味から生まれた。ネッスル社の初期のパーマネント機の広告。1908年友人社のパーマネントマシンと、友人ーースター。1920年コールドパーマの、美容院パンチパーマの利用指揮源は20世紀初頭に、ロンドン在住ドイツ人のカールネスラがアフリカを旅行した際に、女性が小枝に毛髪を巻きつけて、川の泥を塗り太陽の熱で乾燥させ、 小枝を取り除くと毛髪が巻かれているのを目撃したことによる。これを参考に開発したのが熱するウェーブで放射と高熱によってパーマを得る。この技術はその後アメリカで広く普及した。また当時より室温でパーマを得る手法の研究も進められており、1940年頃アメリカでジオグリコール酸を使った現在のパーマの原型が完成した。この技術は 加熱を用いないという意味で、特にコールドパーマと呼ばれ、現在も世界的主流となっている。理屈としては、科学的な作用を持つ薬剤を使用し毛髪内でシスチン結合の還元、酸化など、化学反応を意図的に起こすことで毛髪の構造、形状を変化させた上でそれらを固定する。使用する薬剤の主流は久しく、チオグリコール酸やシステインを還元剤とした。 医薬部外品であったが日清月歩の開発側の下地と規制緩和の結果、次第にシスターミニやラクトンチオールなどを還元剤とした化粧品分類のパーマ液も次々に商品化。昨今ではチオグリコール酸やシステイン及び促進剤としてのアルカリ剤の濃度を調整した結果、化粧品分類として認められるシステムも珍しいことではなくなった。 サルファイトなど、チオール元を持たないシステム自体は、コールドパーマレー名機より開発、商品化されているが、定着や再現性の観点から不利で、主流となり得なかった。ただし、パーマ剤に関して言えば、医薬部外品と化粧品の分類は、安全性というよりは、流通に絡む、数十年前の法律上で分けられる分類であって、医薬部外品であるから、髪が傷む。 化粧品であるから傷まないという意味では決してない。どのような法律的分類にあってもそれぞれの薬剤に長所があり、その長所を最大限に活かしながらダメージは最小に止める。これは技術者の経験と知識と良心の問題であり、それこそが美容師に求められる技術の本質なのである。再現性を重視したカウンロットやアイロンを用いるホット系パーマは一時期のブーム後に、 繰り返すと髪が痛むというデメリットが表面化したが、理論的には、熱変性が強く行われるほど再現性は増すので、ありこれは例えば同じく熱変性を、システムの中心に据える、縮毛矯正や、パンチパーマの再現性が高いことを考えると、わかりやすい。双方とも、ただ乾かすだけで、形が出来上がるからである。しかし同様の考え方で、女性客のウェーブを求めるとなると、 特有のデメリットが生まれてくる。例えば宿毛強制では過去に手術をした部位に対し物理的にも科学的にも不要な負荷をかけないようすべての作業をできる限り新生部を中心に行う。またパンチパーマはスタイル的に定期的に短くカットされることから繰り返しの作業に同一の毛髪部位が何度もさらされることがそもそもない。対して女性客のウェーブ技術というのは 同じ部位に何度も繰り返し手術が行われるケースがほとんどであり、その度に熱変性に毛髪がさらされることになる。熱変性は確かに再現性を強力に補強するものではあるが著しく毛髪の構造を変えてしまう。再現性というのは結局毛髪の構造を利用しているため、繰り返すほどにその優位性の源を失うという自己矛盾を含んでいたのである。 これを受けて器具は用いるものの熱編成そのものよりも、クリープと空気酸化、それを補強するための熱作用というコールド系とも、ホット系とも言えないシステムも生まれている。また、クリープ作業や空気酸化自体は特殊な器具を用いずとも可能であるため、コールド系のパーマ手術でも、要所要所で取り入れられてきており、コールド、ホットという区別は、過去のものとなりつつある。有で、 パーマネント技術を習得後、1924年に帰国し、日本に紹介した牛山春子。銀座松坂屋での初代名牛山による講習会。牛山は1927年に銀座に輸入パーマ機を揃えた美容室を開店 AB。写真で見る日本生活図引き第7巻、高文堂、1988から1989。 P21 自粛させられたオシャレポーラ文化研究所2017年9月22日閲覧、京成電鉄、京成電鉄85年の歩みより。これ、天然なんです。美しい黒髪を守る16万をおまけ。ありがとうございます。